スマート TV ボックスで接続テレビの設定を行います。ホームボタンを押してホーム画面を表示します。メニューボタンを押します。設定・料金を選び、決定ボタンを押します。本体設定を選び、決定ボタンを押します。放送・システムを選び、決定ボタンを押します。再び放送・システムの項目が表示されますので、決定ボタンを押します。設置設定を選び、決定ボタンを押します。接続テレビ設定を選び、決定ボタンを押します。テレビアスペクトを選び、画面モードを設定します。この時、もし画面が正常に表示されない場合には、テレビ側の画面モードの設定もお試しください。セーフティーエリアを選び、オンまたはオフを選択します。画面の端が切れる場合にはオンに設定してください。設定するを選び、決定ボタンを押します。設定の確認画面が表示されます。はいを選んで決定ボタンを押します。テレビ画面に映像が正しく映っていれば、はいを選び、決定ボタンを押します。以上で接続テレビの設定は完了です。